ヒロデンプレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日はトラえもん大反省、エッグ割りで獲得するべき報酬優先度ということでお届けしていきます。とその前に告知させてください。はい、こちら200万ダウンロードの突破を記念して、運営さんから最もお得な課金法ということで解禁がされております。具体的には課金額の 15% がゲーム内で使えるクーポンで何度も返ってくるという非常にお得な仕組みとなっておりますので、ご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。はい、ということでですね、いやー、戦力もですね、ハスを手に入れてからっていう感じですかね、いい感じに上がってまして、3265万ということでね、終身パスと報告免除パスで、美課金で、はい、ここまでやってきてますという感じになってますが、今日はですね、はい、話戻します。ゴールデンウィークのイベント始まってますねということで、エッグ割のね、獲得報酬優先度をお届けしていきたいと思います。いや、あのね、大反省というのは、いや、今ですかっていう感じですよね。あの、視聴者の皆さん、もうこれ始まってからだいぶ経ってるじゃないかというところで、そこがね、ほんとまず大反省というところで、はい、もっと早く配信しておくべきなんだなというところなんですけども、まあペペでありましたね、同じのが。で、今回とで、またね、どこかでこういったイベントありますので、まあその時のことも用にというか、今後のね、まあ、ご参考という意味でも、ちょっとお役に立てればいいなという感じでお届けしていきたいと思います。でですね、ポイントは、まあもう初日からプレイされている方と、あとはトラもサブアカも今ね、始めて、3週間弱経ってるんだかな、始めたての方でこの何を取るべきかというところも変わってくるというところがね、結構ポイントかなというふうに思っておりまして、そのあたりもね含めてお話をしていきたいと思います。はい、ということで早速、参りましょう。はい、エッグハントの左下、エッグ割り、これですね。はい、これね、トラも本赤はですね、まだ全く手をつけてなくて、ね、残り1日2時間みたいなタイミングですけども、ここでね手をつけるっていう感じですね。で、まあ、報酬はね、上に書いてる通り、ご覧の通り、まあ、30層45層第50層までね、50層のこの背飾り強いんですよ。宇宙からの来訪者めちゃくちゃ強いです。これはね、もう重課金者の方は取っとくべきかなと。はい、でですね、その後の話ですね。はい、トラもこれがねサブアカになってまして、これはね課金用でやってるんですけど、いや結構ねやっぱ楽しい、あのサブアカね、はい、新規一点って感じですね。置いといて、はい、上の通りですね、50回以降は60回でね不能ギアがあって、70回でまた、外観かな、これがずっと続いていく感じですね。はい、ずっと。で、最終的には羽が合計で30個とか、外観が30個出るような感じになってるんですかね。とにかく、サブアカはね、第18層までなんとか行きました。はい、残り1日残してっていう感じになります。で、本アカ戻りまして、はい。でですね、はい、やっていこうという前なんですけども、特にね、まあ、トラえもんの他もそうですけど、無課金、美課金の方は、これね、結構ほんと報酬うまうまなので、何を取るかっていうので結構変わってくるところあるかなと思います。はい、まずね、まあ、ヒントはもういいですよね。はい、一番最後ですね、合計30個の背飾りと、30個の外観が、まあ、全部ね、はい、これを層を進めていくと手に入るっていうことなんですけど、すごいですよね。これいくら課金すればいいんだろうっていう感じですよね。エッグハンマーの補給でここで課金してハンマー手に入るんですけど、いやこれ15,800円、いくつ買えばいいんだろう。140個って言っても、そう30個でしょ。いやちょっとすごいよね、この木の伝の課金圧は。これここはすごいね。はい、で一応ねハンマーはね、この春を灯せで手に入りますね。なのであと1日残してるので、はい、最後の1日までね、まだね間に合う方もぜひ今日の内容を参考にしていただければなというところになります。で、はい、こちらが対象ですね。はい、選択ということになりますけれども、まあ、以前ですねペペコラボの時にこれ同じ仕組みのものがありまして、その時はねトラウマこの羽、はい、この羽飾り用のアイテムを、おすすめしてました。はい、羽飾りがまだ実装されて、間もないタイミングだったので、でここでねやっぱり羽飾りをたくさん取っとくと、その分精力がガンガン上がるというところで、当時はね羽飾りを、おすすめしてました。これがねやっぱり特に無課金の方はリセットができないとかっていうね、ところも暗黒自然出てくると思いますので、はい、羽飾りを、取っとくのが、差を縮めるという意味ではいいですよという感じでね、まあ、いろんなご意見いただいてね、それも良かったなと思いますけども、はい、羽飾りのこのアイテム、はい、これをまずね
初日じゃないな、始めたての方かな、おすすめしますね。で残りこのハンマーは、特にもう初日とか結構立ってる方いらないですね。1万メートル超えてる方なんかもうこのハンマーは全然いらないと思いますね。であとは、この中町家、はい、これもですねいらないですね。100だったらもう初日からプレイされてる方だったら1日で手に入るじゃないですか、試練でね、はい、余裕で手に入るので、これも必要ない、もったいないですね。このために使うのは、まあ技能のチケットも同じかな、はい、もったいないで、まあ農薬もねいらないでしょうと。これも普通にやってればどんどん手に入りますからね、もういろいろね今の、初日からやってる方特にね。で武魂水晶も、まあ初日税まずはいらないでしょうと。で初日税じゃない方、始めたての方も、まあ、武魂突破とかね、はい、来るんですけども、特に最初はねラウンド4までいけないんですが、ただねちょっとコスパ悪いから武魂水晶もやっぱおすすめしたいかな。でこの特級種子もねいらないです、はい、これもね、プレイが進めていくうちにどん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 手に入るようになります、はい、なので、特に初日生からプレイされている方は覚醒の書かカムイズチかゼンマイのこの3つのどれかがポイントになってくるかなと思います。特にね、ゼンマイ、はい、カムイズチ、まあ悩みますね、はい、まあここはね、状況によります、後でご説明します。でまずね、はい、始めたての方って言えばいいのかな、まだセカザリが実装されて、もしくはこれから実装される方も手に入るのかな、はこのね羽飾りのアイテムがやっぱりいいと思いますよ。特に無課金美課金の方は、はい、やっぱりねレベルが最初低いうちはこれでガンガン戦力が上がりますし、あとはやっぱり無課金の方はね終身パス買ってないと暗黒試練リセットできないのでね、ここで差がち広がらないようにっていう意味では買っといた方がいいと思います。でまあ初日からプレイされてるような長い方はもう覚醒の書いったかなってトラモンは思ってます。というのは、まあ、ただ状況にありますよ。トラモン見てこれ、はい、乗り物はね次のレベル7800のゼンマイが必要なんですよ。でゼンマイってね、まあ、今回50手に入るんですけど1回でね、700×2 の 1.5 なので、まあ、大体1500ぐらいの価値はあるんですが、まあ、ここはねこれを取ってレベルが上がるんだったらゼンマイ取ってもいいと思いますけど、そうじゃない限りは初日の方はかなりねゼンマイ必要になってくるので、次のレベルまで、まあ、ここで取る必要ないかな。で今度カムイズチですよ。カムイズチを取るかどうかもこれもその人の状況によってくるとは思います。やっぱりね神器のレベルがランク上がるごとに上がる戦力ってめちゃくちゃ大きいの でトラモンはねこの通り次のレベルまでカムイズチが1万は必要になるので、そうするとここでね、仮に18層まで行って150×18 から2700かな、2700取ったところでって感じなんですよ。であればねもう突破イベントで粛々とやっていきますっていう感じになってくるかなと思います。となるとまあやっぱり覚醒の書かな。トラえもんの状況というとですね、まあねほんと一律ではなくてその人の状況によります。はい、乗り物とかあとは神器がもうちょっとレベル上がるんだったら、その分まではゼンマイとカムイズチを手に入れてから覚醒の書に手を出すというのがいいんじゃないかなと思います。それが最も効率よく、戦力も、上げながら、切りよくやっていく感じかなというふうに思います。まあという上で、そこを踏まえた上で覚醒の書っていう感じですかね。まあ、特にねもう初日勢からプレイされてる方は、もう覚醒を終わってる方も多いと思いますけども、まあ、これでね覚醒の書でどれだけ戦力上げていけるかっていうところが、まあ、一つねポイントの一つにはなってきますので、強くなる上でね、単純にその体力と攻撃と防御をなんか平均的に上げますっていうそのハリボテではなくて、必要なステータスを上げるっていう意味でね非常に重要になってくるので、やっぱり職業の選択、職業覚醒の書がいいんじゃないかなっていう感じですかね。でトラえもんはですね、今いくつあるかっていうと、ここですね、はい、4つ今覚醒の書があるんですけど、まあ、これが最終的にいくつになるまでかっていうところとね、実際にやってみてね、はい、実践していこうかなというふうに思います。はい、あ、早速出ましたね、いい感じ。これずっとやってるとねもう何分も何分かかっちゃうので、はい、もう10倍速ぐらいかなで進んでいこうと思いますけども、サブアカの方ではですねこれまあお金かけずに18層までいきました。なのでまああと1日残っていって10個手に入るとしても、まあ無課金でも30まではいけないですね、まずね。はい、なんで外観は諦めましょう、無課金の方はね。はい、未課金の方も外観のためにお金使う必要はここはないと思いますので、はい、
で16走まで来まして、まででしたね。18まではいけなかったな。やっぱ運がねありますよね。本赤の方がねいっぱい出てほしかったんですが、まあしょうがないですね。はい、ということで残り1日残して16走という方になりました。はい、で幸運ハントもこれでね、はい、このハンマーを割るとこの 矢が手に入るので、結局やっぱり最初お伝えした通りあと1日残ってるので、ハンマー10と任務等と諸々で、まあ、最終的に一番最後までは行きますかね。ということでですね、実際にちょっと福袋はね、これはもう どんなタイミングでも配信中でも絶対撮りますという感じなんですけど、はい、大事ですよ。はい、少ないリソースでね最大限ということで、はい、ということで覚醒の書が一気にね16個になりましたね。いや大きいですよ本当に。まあね、ハスを手に入れたので乗り物ですね、トライモン、まあそっちでも手に入るようになったんですけども、まあ、やっぱりねなかなか入手方法はまだね、1回対決だっけ、あ違うか、どっか手に入るよね、戦闘商店だっけ、忘れましたけど、はい、すいません。なんですけども、まあとはいえ、はい、あの特定のパラメータを上げるっていうんでね、強さに直結するので、はい、しっかりやっていこうかなと。そうですね、まあ、まず体力ですね、先人の場合は体力、まあ、これは基礎捨てですけど、であとはトライモン会心結構特化なので会心と、まあもうあと残しておいてもいいんですけど、まあ防御かな、会心抵抗か防御、会心抵抗でもいいかな、まあ一旦防御にします。はい、これどうせ剣にね転職しようと思ってますので、またリセットされてねゼロから使い直せますので、覚醒の書はっていう、まあちょっと余談も置いといてという感じになります。いやー本当ですね、まあ配信がねおいこのタイミングかよっていうところはもう本当に申し訳ございませんっていうところなんですけども、まあとどのつまりは本当一律というわけではなくて、その方の状況でまず何を最初に最優先で取るかが変わる、その上で、今回で言えば覚醒の書がいいんじゃないかなというところでお話しさせていただきました。はい、少しでもですね、まああと1日あるのと、また同じイベントが来た時にね、はい、ご参考になれば幸いですというところで本日は進めさせていただこうと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。